玉ま島津家は、島津氏の近代における、文家の一つ。単に、玉ま家とも呼ばれる。島津久光は、当初、島津氏の文家の一つ、重負荷を相続していたが、長男、重久が兄、成明の講子となった際、貢献役を務めるため、重富家を四男の中間に譲り本家に復帰した。明治2年、明治維新の功績により、 小天六十万国を受け、明治四年九月には、再分家した。これが、たまり島付である。明治十七年七月、久光は功績により、公爵位を授与され、旧藩主家の別家が公爵家となった数少ない例となったから分かれた、徳川義信家のみ。久光には他にも多くの息子がおり、はじめ、六尾の中行を、たまり受けの講師としていたが、 久光の助爵以前に創生したため、七男のただ沈みが、たま家を継いだ。また、伊尾の中銀は、今泉島津家の婿養子用となっていたが、久光と同じように、息子の一人に、今泉家を継がせ、自身は、たま家の席に移った後、男爵位を授与されて、分家を起こした。島津久光が再分家後、鹿児島郡で石村麻神谷谷のたま邸に、 移住したことが、加盟の由来である。たまり亭は、天保六年に、島津成沖が建築した島津家の別邸であった。現在、屋敷跡地には、鹿児島市立鹿児島女子高等学校が建てられている。久光は、学術肌の人物で、正解を引退後は、島津家に伝わる、大量の文書の収集、整理にいしんだ。それらの文書は現在、 たまり島づ文書と呼ばれ、鹿児島大学及び、鹿児島県歴史資料センター黎明館に帰宅されており、島づ文書と並んで、島津市及び、武家社会の研究に必須の文献となっている。久光は、たまり家を建てた時に重不軽い台の秘宝をすべて持参し、たまり家を相続した、ただしずみに譲ったため、重げ家を相続したうずひことの間には、 確執があったと言われる。島津久光島津忠沈み、島津忠師匠、島津忠広源冬主。ありがとうございます。